アントニン・レーモンドは、チェコ出身の建築家。フランク・ロイド・ライトの下で学び、帝国ホテル建設の際に来日。その後日本に泊まり、モダニズム建築の作品を多く残す。日本人建築家に大きな影響を与えた。第二次大戦時アメリカの対日戦争協力者でもあった。アントニン・レーモンドは、オーストリア・ハンガリー帝国、クラドノに、 父アロイと母ルジーナの間の一男、第三子アントニーン・ライマンとして生まれる。プラハ工科大学で建築を学び、卒業後の1910年にアメリカへ移住。カス・ギルバートの下で働き、1914年には仕事仲間であったノエミ・ベルネスさんと結婚し、1916年にアメリカの市民権を得ると共に生をレイモンドに改正する。同年妻。 ノエミの友人の紹介で、フランク・ロイド・ライトの事務所に入所。1918年、第一次世界大戦が勃発すると、アメリカ軍から徴兵され、一旦は、ライトの下を離れる。大戦終了後、ライトから帝国ホテル設計のための日本行きを打診され、再びライトの下で働くことになる。1919年、帝国ホテル設計志向の助手として、 ライトと共に来日。1922年独立し、レイモンド事務所を開設する。ライトの影響があまりに強烈であったため、そこから抜け出すのに苦労したという。聖路カ国際病院などの設計をベドジフ・ホイエルシュタインと共同で行ったほか、ルランシーの教会堂をコピーした東京女子、大学礼拝堂を建設した。ペレを介してライトの影響から逃れ、 モダニズム建築の最先端の作品を生み出すようになった。その頃の作品にイタリア大使館中禅寺保養所がある。壁に市松町模様や独特の平面プランニング、日本家屋と欧米生活様式の融合を図ったリテールなどはライト建築との決別を意味する新境地となる。前川国を吉村純造、ジョージ中島などの建築家がレモンド事務所で学んだ。 上記の通り1916年にアメリカ市民権を取得しているが、第一次世界大戦後にチェコスロバキアが独立を果たすと、トマーシュマサリク率いる政府を代表する名誉領事に任命された。1937年に総員宿舎建設のため、フランス領ポンディシェリエに向かった。その後、日本を取り巻く国際情勢が緊迫悪化したため、 アメリカのペンシルベニア州ニューホープに土地を購入し農家に増改築を施した事務所を構え当地で10年ほど設計活動に従事した第二次世界大戦の際アメリカ軍少将カーチする名は焼夷弾の効果を検証する実験のためユタ州の砂漠に東京下町の木造家屋の続く街並みを再現したこの際日本家屋の設計をしたのは レーモンドであった。この実験は東京大空襲などで生かされた。事前には日本への愛情と戦争の早期終結への願いという矛盾に対する苦渋の心境が綴られている。以後、林昭治が、辞女、建築家、臨床に読本で取り上げると、この点につき一部の日本人建築家らから批判を受ける。第二次世界大戦後の1947年に、 ダム建設予定地の調査のため再度来日。パシフィックコンサルタンツを共同設立するほか、リーダーズダイジェスト、東京支社の設計に際して新たに建築設計事務所を開設。日本住宅公団のアドバイザーを務めるなど、戦後の日本にモダニズムの理念に基づく作品を多く残した。戦後の事務所では小規模木造住宅の設計で新境地を開いた。 増沢ザワや津畑周一などが学び、名前を冠した、そのレイモンド設計事務所は今も存続している。1973年、アメリカに帰国し、建築家を引退する。3年後の1976年、ペンシルベニア州ニューホープで死去。88歳。2007年9月15日から10月21日に、神奈川県立近代美術館で、 建築と暮らしの手作りモダンアントニーノエミ・レーモンドと題した回顧展が開かれた。レナン坂の家級イタリア大使館日光別邸級藤沢カントリークラブクラブハウス赤星木助定夏のイエス・リーオーロビンド・ゴーズ総員宿舎聖ポール協会東京女子大学本館群馬音楽センターナムサン大学ありがとうございます。